下郡駅は、千葉県君津市山本有名家にある、東日本旅客鉄道久留里線の駅である。久留里線が、木更津駅から上ズ亀山駅まで開通した、翌年の1937年、東横田駅と南隣の上ズ山本駅とともに、開業した。太平洋戦争中の1944年から、久留里駅以南が営業休止となった久留里線は、 戦後の1947年に全線の営業を再開したが、利用客の少ない東横田駅、下郡駅、上佐山本駅は営業休止とされた。下郡駅は1956年に復活したが、南隣の上佐山本駅は同年正式に廃止となった。駅ホーム短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは2両編成までに対応する。 このため3両編成以上の列車は進行方向前より2両のみ、扉扱いし3両目以降はドアカットされる。くるり駅管理の無人駅。駅舎はなく、ホームの上にプレハブの待合所が設置されている。また、乗車駅証明書発行機も設置されている。トイレは男女別の推薦式。2006年度の1日平均乗車人員は78人で、ある。 千葉県東経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。道の駅木更津うまくたの里駅出入口付近には木更津市との境界がある。駅周辺は田園地帯が広がり、東側には山本ゆな城があったとされる飛行30メートルほどの台地が広がる。千葉県道166号幕田停車場。 富岡線沿いに中小商店や住宅が点在する。前日の通り、1937年から1956年まで、尾津駅との間に、上ず山本駅があった。出店、ありがとうございます。